アベルノのリングネームで知られるレナトルイスはメキシコのプロレスラー。メキシコ式シ出身。父はルドルフォルイス。1995年10月18日、メキシコのメジャー団体である CMLL にてレンコールラティーノのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。キャリア開始から21世紀に突入するまでの6年間、アルカンヘルデラ・ムエルテ、 ドクトル・オボルマン・ジュニアといったレスラーと組んで、前座での出場が中心であった。2001年6月、リングネームをアベルノへと変更して、ルードに転身。同年より、ロス・インフェルナレスなるユニットを、エル・サタニコメフィストと結成。エル・サタニコとのタッグで、CMLL 世界タッグ王座を保持する、ロス・ゲレ・ロス・デル・インフェルノと構想を繰り広げた。2002年6月23日、 メキシカンナショナルトリオ王座を保持するサファリアンド、オリンピコミステルニエブラに勝利して、ベルトをダッシュ。2003年、7月より行われた、CMLL 世界トリオ王座挑戦権、争奪トーナメントに出場して優勝し、権利を得る。8月1日、王座を保持するドクトルワグナージュニアウニベルソ、ドスミルブラックタイガーに挑戦するも敗戦した。 2004年9月3日、空位となっていた NWA 世界ミドル級王座をめぐりズンビードと対戦して勝利し、王座を獲得。以降、ベルトをめぐってミスティコと交想を繰り広げる。2005年4月、メフィストと組んで CMLL 世界タッグ王座を保持するアトランティスブルーパンテルから勝利して、ベルトをダッシュ。9月16日、 年間最大のイベントであるアニーバルサリオにて、ロスゲレロスデル・インフェルノと組んで、奥村、新日本プロレスから参戦した、中村晋介&、棚橋博史と6人制タッグマッチを行い勝利。2006年12月、オンブレ新ンノンブレからギミックを変更したエフェストを、仲間に迎え、ラトリアダデルテラーなる、トリオユニットを結成。11月30日、 NWA 世界ミドルキー王座を保持するミスキコと対戦して勝利し、ベルトをダッシュ。2008年7月13日、ティネの PPV であるビクトリーロード2008に出場。ワールド X カップトーナメントに、ウルティモ・ゲレーロ、レイブ・カネロ、ボラドール・ジュニアとチームメキシコを結成してエントリーし、優勝を飾る。10月、ユニット名をラトリアダ・デルテラーから、 ロスイホス、デル・アベルノエと変更。12月7日には、CMLL 世界タッグ王座を保持するミスティコ&、エクトール・ガルサに勝利して、ベルトをダッシュ。2009年1月4日、新日本プロレスの PPV である、レッスル・キングダム3に参戦し、初来日を果たす。ジャドーゲドーと組んで、ミスティコプリンス・デビット&、 タグチ・タカスケと対戦するが、ミスティコから、ラ・ミスティカを決められ敗戦した。3月より、CMLL 世界トリオーザを保持するエル・イホ、デル・ファンタズマ&、エクトール・ガルサ・サラ・マスカラとベルトをめぐり構想を展開。2010年1月4日、レッスル・キングダム4にて、再び来日。ウルティモ・ゲレーロと組んで、アポロ55が保持する IWGP。 ジュニアタック王座に挑戦するも敗戦した。2011年1月22日、新日本プロレス &CMLL 共催のイベントであるファンタスティカマニア2011に参戦。中村内藤哲也と組んで、棚橋ミスティコデビットと対戦して勝利。23日には、ミスティコと対戦するが敗戦した。3月、CMLL 世界トリオ王座を保持する。 ラジェネレーションドラだと構想を展開。6月17日、ラマスカラとマスカラコントラマスカラを行い敗戦し、マスクを取られる。以降、素顔で試合に出場。2012年9月、新日本プロレスの 40th anniversary ツアーに参戦し、ローキーとのタッグやヒールユニットであるカオスと共闘した。2013年4月26日、アニバルサリオにて、 メキシカンナショナルウェルター級王座を保持するミスキコと対戦して勝利し、ベルトをダッシュ。2014年4月27日、CMLL から退団。5月に CMLL のライバル団体である AA、A、に移籍。5月17日、AAA のテレビ番組である AA 新リミティのメインイベントにて、チェスマン、ペンタゴンジュニアと組んで、フェニックスシベルネティコ サイコクラウンと6人制タッグマッチを行い、トリプル A でのデビュー戦を勝利で飾った。以降、ルードユニットであるラヌエバソシエダードニカニュー。6月7日、PPV である、ベラーノデエスカンダロにて、チェスマン、ペロアグアヨジュニアと組んで、シベルネティコアンドラパルカ、そして、CMLL 時代のライバルであるミスティコことミステシス、と6人制タッグマッチを行うが、ミステシスが、 チェスマンにラミスティカを決めて敗戦。10月、シュベルネティコチェスマンとロスヘルブラザーズなるユニットを結成。トリプル a 世界トリオ王座を保持するサイコサーカスとベルトをめぐり構想を展開。ありがとうございます。